車内 LED 式の行き先表示器、名鉄4000系電車は、2008年に登場した、名古屋鉄道瀬戸線用の通勤系電車である。本系列は、2008年の瀬戸線栄町駅乗り入れ30周年を、機に、車両の近代化のため、6000系、6600系、6750系といった、既存車両の全面を機械用として新造された、車両である。 2008年10月から4両蘇生1本が営業運転を開始した。現在は全18本が所属し、蒸気在来車両の置き換えが完了した。瀬戸専用車両では初のステンレス製車体となった。これは、終わり朝被検縮の移転新設に際して、周辺環境への配慮等から揮発性塗料による塗装設備が設置されないことが決定していたことによるものである。 車体構造は2004年から多線区に投入されている 3300K、3150K をベースとした日車式ブロック工法によるものであるが、ドア周りの溶接はスポット溶接からレーザー溶接に変更されている。3300K などとデザイン上の顕著な違いとして、前頭部にパノラミックウィンドウ等を採用せず、 名古屋市交通局 N1000 型に類似する角張ったデザインになっていることがある。これはすでに述べた終わり朝被検索に塗装設備が設置されなかったことを反映し、戦闘部下前体までステンレス製としたためである。N1000 型との相違点としては、乗務員ドアが後ろ寄りにある点、速報の視認性確保のために運転台を呼び、 車掌台の横に三角形の窓が設けられている点、頭ー類が蒸気3300系などと同じく前照灯は HID ランプ、標識灯は LED 式で横並びに配置されている点が挙げられる。また、前、側面の倉下には名鉄カラーのスカーレットの帯が配されている。前面のスカートは電気連結器を搭載しないことから左右一体型となり、 小型となった。側窓については、扉間の側窓は大型二連固定窓となっており、車端部の側窓は、両先頭車の運転室側は、蒸気3300系などと同様の小窓、連結面側及び中間車は、コストダウンを図るため丈夫ない折れ開閉式の大型窓となっている。また、客室側窓は、UV カットガラスを使用しており、 巻き上げカーテンは省略されている。このほか、車体側面の車両番号表記や点検蓋の位置が、3300K などに比べて、やや上部に変更されている。冷房装置は 3300K などと同様の、集中式4万キロカロリー、H1 機であるが、三菱電機製、CU735 となった。行き先表示機は、フルカラー LED 式で、 種別側は、文字の縁取りが4009回を皮切りに追加され、4016回以降は、初めから、この仕様となっている。全体的なレイアウトは、同年に先行して導入された、本線用の5000系などと同様で、瀬戸線のラッシュ時の混雑率が高いこともあり、座席はすべて、片持ち式のロングシートとなっている。ただし座席は、 背もたれ部分の傾斜が大きい座面形状やクッションの硬さなど JR 東日本 E233 系と同等のものに変更された。客用扉の室内側も本線系の車両とは異なりステンレス無塗装仕上げである。バリアフリー対応として客用扉周り部分の床は膠着色となっている。両線当社の運転席直後には車椅子スペースが設けられ、 各車両とも1両あたりで10名分の優先席が設けられている。また、床式物はノンスリップタイプのものとなっている。客室内のカラーリングや化粧板、座席モケット柄は5000系と同様のものとなっており、スタンションポールがライトブルーで塗装されている点も同様である。また、明確化のため優先席部分のスタンションポールと吊り革はオレンジ色となっている。 ライトブルー塗装は後に剥がされ、4008回以降は、なし加工は施した、無塗装のポールが採用されるようになった。同編成では、優先席部分のポールもオレンジを塗装から、凹凸のある樹脂製の部品に変更された。名鉄の通勤系電車としては初めて、すべての客用ドア上に、LCD 画面による、車内案内表示装置が設置された。 これは、三菱電機の TFT 液晶モジュールの画面を使用しており、使用は、同じシステムを搭載している JR 東日本 E233 系などのものと類似している。営業運転時の LCD 画面には、停車駅の案内や所要時間、乗車マナーや扉の開閉の注意などを表示するが、2000系のような CM や最新ニュースなどの表示は、実施していない。 これまでの瀬戸専用車両と同様に自動放送装置が搭載され、音声による自動案内が実施されている。当初、沿線の企業の広告や乗車マナーについての放送は省略されていたが、2009年初頭の沿線企業広告放送更新の際に広告放送が流れるようになった。3 3 0 0系3 1 5 0系 五線系などと同様の乗車促進用メロディ機器が搭載されている。また、瀬戸専用車両では、初めて各車両のつま面に号車番号が表示されている。終わり瀬戸法が1号車である。ただし本線系の通勤用車両とは異なり、常時4両固定編成で運用され連結運転は、一切行わないためステッカーによる表示である。 も4050型に搭載されている、VVVF インバータ制御装置は三菱電機製で、1C4M2 群構成、使用素子はイグーブトである。主電動機は、名鉄で初めて全弊害線形のものを採用した。採用理由として、小保守、小エネルギー、低騒音化の点で優れていること、瀬戸線の車両は、主電動機内部の人愛体積量が多い傾向が、 あるが、全閉外線検守電動機は、内部は汚損しない構造であること、といった点が挙げられる。出力は、名鉄3 3 0 0系、3 1 5 0系と同じく1 7 0ットであり、電動車に4個装備する。平均駅間が短く、曲線による速度制限が、大井東線の普通列車運用に合わせ、機動化速度と営業最高速度を、 小牧線名古屋市営地下鉄上飯田線直通用車両の3 0 0系と同じ値に設定した。また、電動空気圧縮機についても低騒音型のスクロール式のものが初採用されている。台車は曲線が多い瀬戸線の特性から、名鉄の完全新造車としては1992年落成の6 5 0 0系、6 8 0 0系の最終造備車。 以来16年ぶりとなるボルスタ付きのものが採用された。軸箱支持方式は、名鉄で、これまで採用されていた SU 民電方式ではなく、モノリンク式となった。静止系インバータは4両分をまかなう150区場の、モノオモ4150型に、電動空気圧縮機は、ム部1100型を空4000型と空4100型に1台ずつ、搭載する。 2014年度時点の車両番号を基本として記載する。ありがとうございます。